皆さんこんばんは。詩人逮捕系 VTuber のチューブレでございます。首をかしげるところではないんですね。だいたいすれ違ったやつの9割はまあ犯罪者逮捕するやろ、はい、そんなわけで、治安の悪い世の中にも、役立つ道具を見つけてこれからは紹介していこうということで、新しい新機軸2回目があるかどうかは知りませんけれども、これすごくいいですということで、誰にもお金をもらってるわけでもないのですが、物を紹介していったりなんかいたします。それで第1回目がこちら、ルイクスというんですけれども、何なのかというとですね、簡単に言うと昆虫ホイホイ、昆虫特に羽ついて飛び回る蚊というか、まあハエというかそういう、雑虫というか害虫というか家の中の飛び回る虫とかを捕まえちゃうんですけれども、簡単に言うと室内屋内でペット飼ってると、こういうなんていうか虫に悩まされることって多いと思うんですね。でなおかつ、うちみたいにいわゆるリクガメとか、カブトムシやクワガタっていうのを飼っている状況ではですね、なかなか蚊取り線香みたいなのは耐えちゃうわけにいかないということもあって、このようにトラップを仕掛ける形でここに虫の害虫の方から来てもらうのがまあいいんじゃないかと、ここのケージとかからですね、もしもクワガタとかが逃げ出しちゃったら、もうここにホイホイ寄せられちゃう可能性だって怖いんですけれども、今まで一度も何年間か使ってますけど一度もそういうことはないです。で電撃殺虫器みたいなのもあるんですけれども、あれ屋外で使ったら私警察呼ばれたことあってですね、ご近所の人にすごくトラウマです。でこれは何がいいのかっていうとですね、無音でございまして、かつすごく電力少なく済むんですね。で簡単に言うと鳥持ちというか、粘着シートに、特定の動物というか、昆虫が寄ってくるような光で吸い寄せて、その粘着シートに虫をくっつけて取っちゃうというようなやり方でして、これがもう何ヶ月もほったらかしでかなりいい仕事してくれます。実際問題全部を取り切れるのかというとさすがにそこまでは難しいんですけれども、私が、はい、以前ハエ取り紙とか使ってた時に比べるともう格段に違います。ですのでちょっと、はい、おすすめしたいんですが、イニシャルコストが高いんです。その点についてはもう今回ちょっと初めてこの商品紹介ということもあるんで、概要欄にこの商品のリンク貼らせてもらいますけれども、ちょっとお値段見てください。確か4万円ぐらいしたんじゃないかと思います。高すぎるわというご意見あるかもしれないんですけれども、まず無音でかつそんなに電力使わなくて丈夫で何年も使えますし、私はこれかなりいい買い物じゃないかなと思うんですけど、電撃殺虫器とかだとバチバチね、確かにうるさいかもしれませんので、ね、いいかなと思います。でこれ今からちょっと何ヶ月か放置したシートの交換をするんですけれども、いかにこいつがいい仕事をしていたのかはよく分かっていただけるのではないかと思います。それでは作業に移ります。はい、というわけで、もうすいません、正確に覚えてないんですけれども、半年ぐらいですかね、折ってた状態のシートで、ちょっと見えてるそうなんですけれども、本当ですか、なんかね、えげつないあれでして、もう見えちゃってる、はい、閲覧注意、嫌な人は見ないでください。とりあえずこんな感じです。はい、救いがあるのはね、はい、ゴキブリがいないということでしょうか。ちなみにこれ私の家に設置して何年も経ちますけれども、1回だけちっちゃいヤモリがかかってたことありました。白骨化してましたね。はい、というわけでこんな風にもうほっとくだけでこんだけ取れちゃうっていうのはかなり小映え対策としては優秀ではないでしょうか。転じましてこちらがその替えのシートになります。これもそんな高くないんですよね。ですので、はい、これもよろしかったらご利用ください。じゃあこれでこうやってセットしておしまいで、ライトの、これちょっと外しましょうか。ちょっと失礼。はい、こういう感じでこういう特定の光を放つライトが、はい、蛍光灯がセットされてるだけですよということで、
まあ世の中いろんなことがありますね。生きてる雲がいました。というわけで、はい、すごくペットをね家の中で飼ったり、もしくはペットがいるわけとかでもないのに、なんか家の中灰だらけで、灰だらけですごく困っちゃうとか、そういう声がねある分については、なんか見つけたようなんですけど、皆さんにお伝えしない方がいいかもしれません。映ってるで、映ってしまってます、すいません。じゃあお詫びしておきます。こちらでまた処理させていただきます。ちょっと変な絵面なんですけれども、すごく使いやすいことには変わりないと思っておりますので、よろしければ、ちょっとイニシャルコスト本当高いんですけれども、ご検討ください。6畳1間ぐらいでしたら全然これ一つでカバーできると思っております。以上です。はい、今回もやってまいりました名選トレーディングカード。今回はですね、カードダスマスターズ、ファイナルファンタジー7よりダイヤウェポンです。というわけで、はい、以前ユフィキサラギというくのいち女忍者、カードを紹介したかもしれないんですけど、一応そのシリーズの中からもう1枚になります。こちらダイヤウェポン、まあファイナルファンタジー7というゲームをプレイしたことある人ならご存知の方も多いかもしれないんですけれども、いわゆる話の本筋で言うと結構な、はい、存在だったはずなんですけれども、そんなに悪いやつというか嫌悪感を持ってる人ってそんなにないんじゃないんでしょうか。なんか人類に降りかかる天才とかそれぐらいのね存在感のやっべえやつのはずなんですけれども、はい、ラスボスではないということもあって、まあそこそこのインパクトでそこそこの強さの敵っていう感じだったと思います。でこのカードなんでこうやってピックアップしたかというとですね、これ確か失礼いたしました、普通にこのシリーズのパックを買って開けても手に入らないんですね。これ確か何かカードバインダー買った時の封入特典かなんかそんなんだったと思います。で、はい、理由はよくわからないですけど、このダイヤウェポンのカードだけはよく覚えていたので、今回こちらに、はい、ピックアップさせていただきました。なんかねリメイクがやたらと何度も繰り返される作品で、セフィロスといいクラウドといいえらい人気のあるシリーズの中でも特に人気ありますよね。神器臭いクラウド君、まあファイナルファンタジーのね主人公結構神器臭い人多いんですけれども、うん、今回もこんなダイヤウェポンというとにかくでかくてそれなりに強いっていう敵でございました。皆さんあんまり特に感想がないという恐ろしいカードです。以上です。